はいどうも、恋愛コンサルタントのつっちです。今回は筋トレしてもモテませんっていう話をしていきたいと思います。今回は僕の実体験を含めたノンフィクションでお届けします。僕はこのようにある程度はマッチョではあるんですが、はっきり言います、別にマッチョなことが理由で疲れたことは一度もありません。皆さんの中には筋トレを頑張ってる人、これから筋トレを始めようって人もいると思うんですけど、そもそも何のためにやってますか？筋トレしてマッチョになって女の子にモテたい、太ってる、ガリガリだから筋トレで見た目を変えてモテるようになりたい。大体の男性の方は根底にはモテたいという欲求があるから筋トレしているんだと思います。もちろんね、健康のためっていうのも少なからずあると思うんですけど、しかしモテるために筋トレやっているなら無意味です。なんてことは言いません。あなたがもしモテたい、女の子に困りたくないと思うなら筋トレは必須です。筋トレだけではモテませんし、彼女はできないって話です。とにかく見た目がマッチョで筋肉がある男性がモテるなら、ボディービルダーがこの世で一番モテるはずですよね。でも現実はそんなことはないじゃないですか。いや、もちろんボディービルダーの方もねモテると思うんですけど、モテるために筋トレを頑張るとか、モテるために仕事頑張って金を稼ぐっていうのははっきり言って遠回りです。モテるために、彼女を作るためには、まず恋活を頑張らなきゃいけないんです。遠回りせず直接的にその問題を解決していく必要があります。しっかり見た目を整えて恋愛の正しい知識を学び、女の子との場数を踏む、それをベースにプラス筋トレと仕事を頑張るんです。それが僕らのモットーである恋活と筋肉ですね。恋活と筋肉によって人生は激変すると確信して今の授業を起こしました。僕がそうだったからです。たまに一生懸命筋トレしてたり、友達とかにね筋トレを勧めたりすると、マッチョって今の時代女の子に受け悪いから筋トレしても意味ないよ、ガリガリで黒髪色白マッシュなやつが最近はモテるんだよ、俺はそういう系統じゃないから強ないと言われたりするんですが、それらのようなことを言う人は全くもって的外れです。情弱ですね。見た目がマッチョで筋肉がモリモリなことで特別モテるってことはありませんが、筋トレをすることで以前より自信がつき、モテるようになることは確実です。そもそも筋トレをする目的って別に見た目を変えるのが全てのわけじゃないんですよ。見た目が変わるのなんて筋トレをして得られる効果のうちのほんの一部にしか過ぎないです。まず普通にね、健康にもメンタルにもいいですし、うつ病には筋トレがいいとも言われています。筋トレのメリットも語り始めたらもうキリがなくてですね、 2,3 時間は軽く喋れるんですけど、そんな時間もないんでね、とにかくメリットしかない筋トレをしてないっていうのは正直理解できないです。そして童貞気持ちの人こそ筋トレをすべきだと思っています。これなんでかっていうと、多くの男性が童貞や気持ちな理由って、もちろん見た目があまり良くないっていうのもあると思うんですが、一番の理由は自信がないことなんですよ。人ってなんで自分に自信がなくなるのかっていうと、人生において成功体験が少ないと自信がなくなります。恋愛の成功体験がないのももちろんなんですが、人生単位であまり成功体験がないんだと思うんですよね。僕もそうでした。女の子と頑張って遊びに行っても全然成功しないし、今のように筋肉もなくてガリガリで、本業のサッカーでもいつもベンチで自信のかけらもありませんでした。見た目もこんなんでしたし、そりゃ何もうまくいかなきゃ自信もありませんよね。逆にこれで自信がある方が不思議ですよ。しかもその自信のなさっていうのは恋愛においてかなり不利です。本能的に女の子は男性の振る舞い雰囲気なので自信のあるなしを察知できるので、それがバレるとどんどんモテなくなるんですよね。この人なんか自信も余裕もないじゃん、やめようって感じ。逆にスポーツやビジネスでめちゃめちゃ結果を出してて、僕自信ないです、僕童貞ですなんて人いないですよね。スポーツ選手なんかは特に厳しい競争世界の中を勝ち抜いてきたので、自信がありますしギラギラしてますし、女の子にモテモテです。いや、とは言っても今この童貞ひもての状況からスポーツ選手や経営者みたくそんな大きく成功できねえよって思いますよね。安心してください。そこで筋トレです。僕も筋トレに救われました。筋トレって正しい方向に継続的に努力すれば、間違いなく誰でも絶対に成功できるんですよ。どんなにガリガリでもデブでも、あなたが健康な人間なら正しく継続できれば絶対に変われます。真面目に正しく筋トレをやっていて結果を出せなかったって人はこれまで誰一人見たことがないですね。その筋トレを誰よりも継続して追い込んで見た目が変わったぞっていう成功体験によって以前より自信がつき、ポジティブになり、その結果女の子にモテるようになるということです。こんな誰でも運にも左右されず結果が出せる、成功できる素晴らしいものなんてありますか？僕は現役のパーソナルトレーナーなんですが、この前1年前に僕がトレーニングを教えていたお客さんにばったり恵比寿のナンパスポットで偶然会ったんですよね。その人はね、1年前は体もガリガリで顔つきも暗い感じだったんですけど、久々に会ったらめちゃめちゃでかくなってて、マッチョにもなってて、顔つきもオスって感じでゴリゴリにナンパしまくってて、可愛い女の子と飲んでましたね。自信にあふれナンパする彼の姿を見て、いやー、やっぱり筋トレしか勝たんなとつくづく思いましたね。そして今回はね、本当に筋肉は女性受けがいいのかと、実際にね、街の女性に筋肉が好きかどうかリアルな意見を直接聞きましたので、ぜひ最後まで見ていってください。中には筋肉にまつわる非常に興味深い話をしてくれた女性もいたので、ぜひ見逃さないようにお願いします。今回も貴重な内容になっています。では行ってらっしゃい。筋肉
肉がある男性とない男性どちらがいいですかね。ある方が絶対いいと思います。本当ですか、はい、どのぐらいですかね。細マッチョから私は結構ムキムキまでいけます。結構いけるんですね。細マッチョっていうのはじゃあ僕ぐらいのこの体型でこれ中がバキバキだったら細マッチョっていいと思います。あ、なるほど、わかりました。ちなみに部位は大胸筋。大胸筋、はい。まあ、体が大きく見えるからいいみたいな感じじゃないですかね。筋肉がある男性とない男性どちらがいいですかね。ある方がいいと思います。ある方がいいですか。どんぐらいですかね。ごつすぎないぐらい。ゴリラじゃないぐらい。ゴリラじゃないぐらい。例えば僕ぐらいのこの感じで筋肉があればまあ別に大丈夫ですから。それぐらいは細マッチョ。わかりました。筋肉がある男性とない男性どちらが好きですかね。ある方がたくましさを感じます。どのぐらいですかね。自分が倒れた時に持ち上げられそうなぐらいで自己管理ができてれば。あ、じゃあデブはダメって感じですか。そうですね、だらしないと金銭面もだらしないのかなって。あ、いやお姉さんよくわかってますね。自己管理ができないってことですよね、はい。どこが好きですか、ちなみに。部位背筋ですか。背筋どこへんですか。肩甲骨あたり、周り、肩周りしっかりしてるとたくましい。それを見るとどうなるんですか。後ろ姿見て、おー。筋肉がある男性と筋肉がない男性どっちがいいですかね。ある人の方がいいけど、こういうゴリラみたいな人はちょっと怖いかも。あ、マッチョすぎるとちょっと、マッチョすぎるとちょっと怖いかも。程よいぐらいがいいってことですか、ね、そうですね。ちなみに部位はどこがいいですかね。腹筋。腹筋、腹筋があるとちょっとキュンとしますか。多分やっぱり腹筋は大事だと。腹筋大事だと思います。で、あんまゴリラすぎない。ゴリラすぎない。なるほどなるほど。じゃあまああった方がいいってことですね。そうですね。筋肉がある男性とない男性どっちがいいですかね。ある方がいいです。ある方がいい。お姉さんね、ある方がいい。どのぐらいですかね。程よいぐらいじゃあゴリラみたいなもうバーンみたいなのはちょっとあんまり。あんまり。あ、程よい。ちなみに部位はどこがいいですかね。腹筋。腹筋。腕。腕。あ、腕。腕のどこら辺ですか。こっちかこっちか。こっち。あ、ここ。腹筋とここ。ここ鍛えろと男は、はい。マッチョって好きですか。嫌いです。嫌いですか、はい。筋肉がある男性とない男性だったら、まあ、ない男性がいいと。はい。あ、理由ちょっと教えてもらっていいですか。マッチョ怖いから嫌です。あ、怖い。なんか無理です。なんか無理。生理的です。あ、じゃあなんだろう、自分より全然ガリガリとかでも。あ、全然 OK。 あ、じゃあなんだ、そういう系統が好きって感じですかね。あ、そうです。筋肉がある男性とない男性どっちがいいですかね。あ、ある人がいいと。あ、ある人がいいです。どんぐらいですかね。いや、でもムキムキよりは細い方がほどよく。細マッチョ。あ、部位はどこら辺ですかね。腹筋ですか。腹筋。筋肉がある男性とない男性どちらが良いでしょうか。真ん中ダメです。真ん中もいいですよ、もちろん。細マッチョで。細マッチョ。細マッチョ。細マッチョってみんな言うんですけど結構定義が難しくてですね、僕のこの体型で筋肉がちょっとあったらまあ細マッチョ認定ですか、ね、あ、いいと思います。あ、わかりました。じゃあ一緒にじゃあ付き合うという感じで。あ、マッチョって好きですか。好きです。あ、好きですか。理由は、ガリガリよりはなんか自分より細い人とかって嫌です。嫌ですか。やっぱりじゃあ自分よりちょっと 太くて頼りがいがあるっていうか。部位はどこが好きですかね。背中。背中。背中コアですね。どこら辺。背中の肩甲骨ら辺。あ、やっぱコアですね。コアですか。はい、ってことで行ってきました。やはり筋肉が好きな女性は多いですね。中にはね、細い人が好きっていう人もいましたけど、もう本当に筋肉が嫌いっていう女性はほとんどいないんではないでしょうか。これで確信が持てたでしょう。今すぐ筋トレをしないとやばいです。前にも言ったんですが、筋トレをする一番の意味っていうのは筋トレを通して得た自信、余裕によって女の子にモテるようになるということです。ちなみに皆さん、筋トレを1年間続けられる人の割合ってどのくらいか知ってますか。なんと全体の 0.4% しかいないんですよね。マッチョっていうのは1000人に3人ということです。よっしゃ、筋トレ始めるぞと言ってほとんどの人が1年も経たずやめていくんですよ。この 0.3% っていうのは日本の富裕層の割合と近くて、成功者は継続して続けたものだけっていう証明っていうのがよくわかりますよね。むしろ続けられる人だけが勝つんです。これは筋トレにも限らず何事もそうですよね。恋愛でもそうですし仕事でもそうです。筋トレぐらいも続けられないような精神力でははっきり言ってこれから何も結果は出せないでしょう。それぐらいマッチョになる、筋肉をつけて体型を維持するっていうのは過酷なことなんですよ。僕はもともと体育会系出身でスポーツをやってた友達が多くて、現役の時はみんな体がバキバキだったんですけど、大学を卒業して3年、社会人になって体型をキープできてるって人は誰一人いませんね。度重なる飲み会や会社のストレス、乱れた生活習慣によってみんなデブになってます。このことから分かるように、自分で自分を管理して欲に負けず周りに流されずトレーニングを続けて体型を維持するっていうのは至難の技なんですよね。筋トレを続けられるのは全体の 0.3% しかいない中、マッチョだったらそりゃ嫌でも自信がつきますよ。だって1000人
に3、4人しかいないんですもん。ただね、ここで言いたいのは、マッチョになれとは言わないですよ。女の子より細いっていうのは間違いなく良くないです。それは実際に女の子も言ってます。かといってデブもダメですよ。女の子よりは太くなる。デブを卒業して標準体型になる。それぐらいはやっとかないと話にならないです。厳しいことを言いましたが、僕も最初から筋肉があったわけではありません。皆さんも絶対やればできます。まとめの前にお知らせです。僕の公式 LINE では、童貞や恋愛にブランクがある方でも全くの恋愛初心者から3ヶ月以内に彼女を作る方法を解説した限定動画5本を無料でプレゼントしています。女性との出会いがなくて困っている、女性心理が分からなく何をしても空回りしてしまう、彼女が欲しいけど何から始めていいか分からないなどと悩んでいて、短期間で女性慣れをして彼女を作り、女性やセックスに困らない人生を手に入れたいのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して登録しておいてください。特定の限定動画を見て学び実践していただければ、童貞などの恋愛スキルゼロの男性でも3ヶ月以内に確実に彼女を作れるようになりますので、得点が欲しいという方は消えてしまう前に受け取っておいてください。そしてこの他にも、このチャンネルでは恋愛に悩む男性のためになる動画をできるだけ分かりやすく解説していきます。だからそういった動画を今後も見逃してないって方は、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いします。まとめですね、インタビューで女の子が言っていたのは、筋肉はあった方がいい、腹筋が人気、自分より細いのは頼りない、ゴリゴリすぎるのはあんまり好きじゃない、中には細いガリガリな人が好きっていう人もいるということでしたね。まあ筋肉があるに越したことはないってことです。恋愛においても健康においても筋トレはやるべきですね。もう人生においてですね、それぐらい僕は重要なことだと思ってます。むしろナンパとかマッチングアプリなどの恋活よりも筋トレの方が重要なんじゃないかって身に染みて思います。考えてみてください。有名な経営者やビジネスマン、芸能人などが意識高く筋トレしてる姿を SNS やメディアなどで目にしたことはないですか？あんなに忙しくて無駄なことは一切せず、日々生産性を求めてる人たちが筋トレにはどんなことがあっても時間を割いてるんです。この意味が分かりますか？筋トレの効果、メリットが計り知れないから、どれだけ忙しくても成功者たちは筋トレをするんです。女の子は裏切りますが、筋肉は裏切りません。皆さんも頑張りましょう。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもためになったという方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。私が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら、必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを発信していくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。